どうやら大きな門の前にいるようだが、おかしいな。町のこの辺りには阿弥陀寺の総門の他に大きな門はなかったはず。庭も随分広い。一体どこの屋敷なのだろう。やあやあ、誰かおられるか。法一名を連れてまいったぞ。おお、噂の宮法師。法一が参ったそうな。あの言葉遣い、どこか高貴な家中の侍女のようだ。しかし、ここが一体どういうところなのか、見当もつかない。さあ、ここからは私がご案内します。お手を。ここから石段じゃお気をつけて。は、はい。石段を上がったら履物をお脱ぎください。磨き込まれた板張りの廊下を取っているが、果てしなく続いているようだ。もういくつ角を曲がったのか忘れた。なんという広いお屋敷だろう。この大広間には随分大勢の人が集まっている。絹ずれの音が森の木の葉のざわめきのようだ。よくぞ参った。まずは楽にせよ。は、はい。早速ながら琵琶に合わせて兵士一門の物語を語るようにとの仰せにございます。交わされている話し言葉は天上人のものだ。一体どなたの。楽曲を語るには幾晩もかかってしまいます。どの段を語ればよろしいでしょうか。壇の浦の合戦の段を語るように。そこが一段と哀れの深いところですから。すでに源平予防陣を合わせて時を作る。神は梵天までも聞こえ。下は海流人も驚く乱闘ぞ覚えける。うむ、なんと素晴らしい語り手であろう。平家の勢の中を差し詰め引き詰め散々に。行ければ、国元でもこれほど見事な語りではおりませんな。法一は天下一の語りでございます。本当にそうでございます。これほどまでに褒めてくださるとはますます力が湧いてきたぞ。かの騎士につかんとすれば波高くして叶いがたし。この右輪によらんとすれば敵や先を揃えて待ちかけたり。二度のやがて抱き立て祭り。波の下にも都の揃うぞと慰め立て祭り。ちりそんとへぞいりたも。おお、新殿が幼き天皇を抱いて入水するくだり。美しくもか弱い人々、女子供たちの運命の哀れな最後よ。長くおののくような叫び、激しく泣き悲しんでおられる。これほどまでに激しい悲しみや嘆きの気持ちを引き起こしているとは。そなたが琵琶の名手で並びなき語り手とは存じておりましたが、今夜聞かせていただいたほとんどはよもや存じませんでした。主君も大変お喜びで十分な褒美を取らすつもりだとの仰せです。ついてはこれより6日の間、毎晩午前にて琵琶を聞かせるようにとの仰せ。従って明晩も同じ時刻に来られるように今夜案内した家来が迎えに参りましょう。もう一つ言い置くようにと言われたことがあります。我が主君が赤巻関に滞在している間にそなたがここへ来ることは一切他言せぬこと。忍びの旅ですから誰にも話してはならぬとの仰せですぞ。それでは今夜はお寺にお引き取りください。
もう一つ。もう明け方か。和尚様はだいぶ遅く帰られたので、私はもう寝ていたと思われたようだ。日中法一は少し休むことができた。そして昨日の不思議な出来事については一言も言わなかった。続きはまた明晩。どうもありがとうございます。